休館日。ということで今回はですね、まかない、レシピということで、こちらの塩ラーメン札幌一番、僕の大好きな、多分日本一、いや世界一札幌一番愛してる料理研究家と言っても過言ではあります。最近ね、三陽さんと仕事しないけどということで、仕事がどうこうじゃなくて好きだから使うっていうのがね一番なんで、今回はね札幌一番、の塩を、まあ今暑いじゃないですか。だから、冷やしで食べます。前にね、札幌一番の味噌ラーメンで冷やしをやったんですけども、それの塩バージョンっていう感じになります。塩バージョンもね、またちょっと違った味わいになるんで、もうコツを、教えながらやっていきたいなっていうふうに思います。ちょっとね、洋風です、今回は。やっていきましょう。じゃあ、まずね、これスープ作るんですよ。じゃあ、材料ね。札幌一番塩ラーメンが一袋。あとね、まあ、ハムとかでもいいんだけど、今日生ハムあったんで、生ハム、用意します。あと、レタス。大体2枚ぐらいでいいんで、2枚。ゆで卵があるといいかな。だから、まあ、ゆで卵をちょっと作っとくわ。いつも使ってるね、このアクアスタイルでね、お湯を。これね、水道直結だから、かなりね、もうどんどんここに水が溜まってって、かなり使えるのよ。最近はお湯を沸かすときはこっちから取ってる。お湯も浄水だからこれね。これね、85度のお湯が出るから。これね、ウォーターサーバー入れた方がいいよ。しかも水道直結ね。これでもうすぐ沸くから。ゆで卵の作り方は、沸かしたお湯で、だいたい俺は7分半ぐらい茹でちゃう。で、その間に、やりますか。レタスなんですけど、僕はね、2枚って言ってるんで、2枚。外側の部分のちょっと多いかもしれないから、後で量調節しまーす。ちょっと今回ね、オリーブオイル仕立てなんで、レタスみたいな、爽やかな、お野菜合います。まあ、これぐらいにしとこうか。まず、洗います。もう、取れますんで。千切りにしたいんだよね。だから、こう。塩とね、レタスってね、すごい相性が良くて、で、今回冷やしだから、生のフレッシュなレタス、これが使えるんだよね。で、レタスは、普通に、あったかいスープに沈めちゃうと、すぐにね、シャキシャキ感を失われちゃうの。だから、これぐらい、持ってあげて、で、これ余ったレタスは、卵を茹でるときに、一回、こうね、ぬるま湯で浸しておくと、この、殻の温度と、お湯の温度の、があまりもあったかいと冷たいのと、膨張して割れちゃう。だから、水で濡らしておくと割れにくくなる。これで割れたら割ってください。すっごい割れそう。7分と、ゆで卵なんだけど、これね、この間ね、友達に教えてもらったんだけど、お酢を、これなんか、だいたいね、1リットルね、なんか、ちょろっと、1リットルの大さじ1杯ぐらい入れると、すごいね、皮がね、つるんつるんにむきやすい。これね、実際やったらね、すっごいむきやすいのよ。だからね、やってちょうだい。あ、ちょっとままくしょうな、ちょっと。じゃあ今度、生ハムのロース。ロースでもロースじゃなくても全然平気なんだけども、こいつは、ね、千切りにしてあげるといいから、だいたいなんか、20g か 25g ぐらいね、4、5枚ね。4、5枚取ってください。で、生ハムの塩気と、この洋風の、がすごいね、合うんですよ。気をつけるべきは、一回剥がして重ねてから切ると、ほぐれやすくなる。そうすると、もう一回剥がれてるんで、ほぐしやすくなる。やっていただくと、はい、こんな感じ。全然剥がれねえじゃねえかな。やれやれだぜ。で、具材はあと、ゆで卵を混ぜだけね。で、その間に、スープ。で、ここに、水。アクアスタイルでやるといいのよ。マジで。これね、絶対やっとく。あのね、前までね、なんかね、重たいね、なんかペットボトルみたいな、すんげえでかいペットボトルみたいなのさ、買えるやつでやってたんだけど、あれ重いんだよね。水道直結にしちゃった。で、
この美味しいお水ね。できれば浄水が望ましいです。キンキンに冷えたんで浄水が一番うまい。はい、さっぱりさせるためにお酢が小さじ1杯。はい、これね、リュージのカツオ粉なかったらカツオ節ね、まあ、これ、僕のバズレシピショップっていう概要欄に書いてあるところで売ってるんですけど、これ 2g ない方はカツオ節 2g をレンチンして粉々にしてください。池盛りシステムね。はい、でこれだいたい1つまみが 1g だから2つまみぐらい、これぐらいね。これで 2g。 こうするとカツオのいい香りがここに、溶け込んで、すっごい美味しいスープになります。でここに黒胡椒を入れます。黒胡椒の爽やかな香りつけます。で混ぜます。でこいつは、冷蔵庫に入れて冷やしておきます。これ昔ヒルナンデスに冷蔵庫の中身見せて炎上したことあったからね。でなんか時間がもったいないので、これ麺茹で用ね。めんどくさいと思ったら別にゆで卵なくてもいいから、目玉焼きのっけてもいいし。あとで夏場はね、お湯沸かすだけ大変だよね、ほんとね。よくね言われるのがね、札幌一番をここまでしてくるんだったら札幌一番の良さねえだろうと思ってるんだけど、俺的には札幌一番って常備食だから、そのまま食っててもまあ絶対飽きが来るんだよね。だから俺はあのこれ札幌一番の公式の三陽さん、札幌一番はもう国民食だからアレンジして食ってって言ってる。確かに、そのまま食うのが、美味しい。だけど、そのまま食うのが美味しいって言ったら、一番美味しい食べ方はそのままかもしれない。だけど、一番美味しい食べ方って、料理に関しては、特に、意味なくて。だって、牛肉で、一番美味しい食べ方って俺、ステーキだと思ってるんだけど、でも、しゃぶしゃぶも、すき焼きも、ね、他の量、ハンバーグも全部食うもん。なんでかって言ったら、飽きるからです。この一番っていうのはこういう風に、アレンジしながら食べると、さらに、美味しくなる。最初は普通に食べて、2個目はね、冷やして食べて、そういうのもいいじゃないですか。この一番はこれ3分で茹で上がるんだけど、冷やしの場合4分ね。これなんでかっていうと、3分茹でで、ちょうどいいように設計されてるんだけど、これは、茹でやった場合、冷やしは、もっと、冷やしはね、長めにやって、水で締めると、麺が硬くなるんで、ちゃんと4分測ってください、これ。でね、お野菜とかもね、できれば、冷やしておくといいんだけど、沸かしてる間に、この卵を塗るとね、俺のやり方だと、ちょっと水垂らしながら、浮いたところから水分が入ってって、結構剥きやすくなるっていうのがある。はい、こんな感じでーす。はい、完璧。イエーイ。札幌一番の麺はやわめに茹でます。はい、オッケー。はい、こんな感じね。いいですか。はい、これをで、ちゃんと冷水で冷やす。これでね、すっごいコシのある麺になるの。札幌一番ってなんかコシがないとかよく言われるんだけど、冷やしにするとゴリゴリにコシが出るんだよね。よっ。でギュッとここで絞るのが大事。これいつも言ってるけど、絞らないとスープが薄まっちゃうんだよね。キンキンに冷えております。こちらキンキンに冷えております。そして俺もキンキン冷えます。でここで麺を入れます。冷やしにすると 200cc ぐらいのが、の感じがいいですね。タアです。もうモリモリにいきましょう。ちょっとほぐしながら、こんな感じで千切りしてあるとね、麺と一緒に食べやすいんだよね。この最後に、最後じゃない。で、ゆで卵。で、こっからがポイント。黒胡椒を少し振ります。全体にね。切りごまね。これ付属でついてるから。はい、これをもう、バーっと。ね。あんな感じ。まあいいですね。綺麗ですね。ポイントなんですけども、ゆで卵だから、卵味しないんですよ。このまま食べると分離しちゃうの。
味がね、スープとね、馴染まない。だからここに味塩を少しかけとく。これね、味玉の代わりになります。これをやっとくと、黄身からも、の、もう、旨味のあるし、塩分が、来るので、食べた時に違和感がなくなります。このね、レタスにも少々味塩振ってください。はい。そうするとレタスってほら味ないじゃないですか。水っぽいんで、ここに少し塩が振ってあると味の調和が生まれる。オリーブオイル、これね大さじ1杯ね、入れちゃってください。このオリーブオイルが、一番大事です。札幌一番塩とオリーブオイルの相性はもう最強なんですよ。見た目もすっごく良くなるし、すっごく美味しいので、札幌一番冷やし塩ラーメン完成です。休館日。え、それレモンソーダ。じゃあいただきます。冷やしのシャッパリ。いただきます。うん。うまい。うまい。うまっ。あ、うまい。冷やしシリーズ塩が一番好きかも。うん。ちょっと合うな。生ハムめっちゃいい、うん、生ハムがいいのよ、これかなり、うん、まあね、ハムとかじゃないんだよね、ハムとかでいいんだけど、まあ、ハムとね、このオリーブオイルの感じがね、すごく合うんだよね。うまいな。なんかちょっとサラダそばっぽい感じ、うんうんうん、レタスね、結構たっぷり入れちゃって全然、うん、ちゃんと札幌一番の塩の感じも残ってるね。残ってるね、うん、でもやっぱり普通に食べるのと全然味違う、うん、スープね、まあ美味しい、うん、だから水との冷水との相性がすごくいいから、うん、札幌市はね、これでしょ、夏は、うん、材とかなかったら別になんか水菜とか、うんうん、レタスなかったら水菜とか、なんか生で、食べられる食材、葉っぱもの、うん、バンって入れちゃえばいいし、うんうん、で生もなければ加工肉なんでもいいし、チャーシューとかでもいいし、トマト、トマトとか、あ、トマトもいけるね、うん、まだ嫌いじゃん。いや、俺はあれだよ。言っといて。俺以外。言っといて、うん。トマトもいいです。トマトもいい、はい。トマトもバッチリです。ナイスまかない。いつも達也が言ってるから。あ、そうそう、ね。今日達也言ってる。だから。なんか閉まらんなと思ったから。そういうことか。達也は家で編集してます。はい。ごちそうさまでした。はい。ごちそうさん。